私、石破茂はこの度の自由民主党総裁選挙に立候補をいたします。38年間の政治生活の集大成として、これを最後の戦いとして原点に戻り、全身全霊で皆様にご支持を求めてまいります。何卒よろしくお願いを申し上げます。この手を選びましたのは、今から40年前、まだ自民党の公認も全く見通せない中、一件ずつお一人お一人にお願いをする、党よりも国民の皆様方一人一人を見る、それが私の政治生活の原点でありました。そしてもう一つ、この地を選びましたのは、ここは公家殿という地であります。その地であります。子供の頃、小学校の頃、夏休み、ここで夏祭りがありました。本当に賑やかでした。日本は今ほど豊かではなかった、でも一人一人に笑顔があって、若い人も子供たちも高齢者もみんな笑顔だった、賑やかだった、私にとって一番の思い出であります。今人は本当にいなくなってしまった、夏祭りも行われなくなってしまった、もう一度賑やかな、みんなが笑顔で暮らせる、そういう日本を取り戻してまいります。私はこの総裁選挙に臨むにあたり、いくつかのことを守りたい、その思いであります。一つはルールを守る政治でありたいということです。政治家のための政治ではない、国民のための政治、自由民主党は国民政党なので、国民一人一人に誠実に向き合う、そういうような政治にしたいと思っています。ルールを守るということ、それは政治のための金、それが必要であるならば、その集め方はきちんと節度を持ってなされなければいけません。節度を持って集めたお金、それがなぜ政治のために必要なのか、それを限りない透明性を持って国民に向けて公開をいたしてまいります。改正された政治資金規正法を守るのは当然のこと、さらに透明性を深めるための努力を最大限にいたしてまいります。金のための政治ではない、政治家のための政治ではない、それを確立することによって、初めて自由民主党は政治は国民の皆様方にもう一度信頼してもらえると思っています。ルールを守る政治、ルールを守る自民党、その政治を確立をいたします。日本を守る政治、そうであらねばなりません。私は安全保障の仕事も長くやってまいりました。抑止力の強化、防衛力の強化も、それは平和を作るためのものであります。戦争するためのものではありません。どうすれば抑止力が確保できるか、そしてどうすれば多くの国と信頼関係を築くことができるか、安全保障を確立をし日本を守ります。そして国民を守る、そういう政治を行います。今一人一人の人たちは多くの不安の中におられるのではないでしょうか。度重なる災害、それに対して
備えは万全でしょうか。そしてまた万が一のことがあったときに国民は生命財産守られるでしょうか。私は防災省の設立、シェルターの整備、一生懸命訴えてまいりました。避難所も基本的に関東大震災の時と変わっていない。体育館で雑魚寝、そんなことがあっていいはずがない。そして昭和20年の東京大空襲、大勢の人が死んでいた。日本政府は国民を守る気があったのか。シェルターの整備にも努めてまいります。賃金はようやく上がるようになりました。しかしながら国民の皆様方が安心して消費をしていただける、そういう経済になっているでしょうか。私は社会保障もう一度見直してまいります。医療、年金、子育て、介護、社会保障全般を見直し、安心していただける年金、医療、介護、子育て、それを確立をし、そして一人一人の生産性を増やし、所得を上げ、物価上昇を上回る賃金上昇、これを実現をいたします。国民を守る、そして地方を守るということであります。都市対地方なのではありません。今1年に90万人も人口が減っていく中にあって、地方は本当に苦しんでいます。では都市はどうなのか。1人当たり、1つの世帯当たり可処分所得は都市の方が低いとも言われています。都市対地方なのではありません。もう一度地方に雇用と所得、そして都市に安全と安心を。地方を守るというのはそういうことであります。その根幹は食と農である、そして医療体制の充実であります。人口は減ります。そう簡単に人口が戻るわけはありません。しかしその中にあって、可処分所得を増やし、生産性を上げ、付加価値を上げていく。私は地方創生大臣の時に多くのことを学びました。日本全国47都道府県1,718市町村、それぞれが持っている可能性を最大限に引き出すことによって、地方を守り、そして都市を守り、安全で安心できる日本の国を私は作ってまいります。そして未来を守るということであります。いろいろなことを次の時代に先送りをしてはなりません。今さえ良ければいいのではない。自分さえ良ければいいのではありません。次の時代を守るということです。医療もそうです。年金もそうです。介護もそうです。皆が安心して充実して暮らせる。そういうような日本を実現することによって、未来を守る。次の時代に、つけを残さない。それは今を生きる我々の責任だ。私はそのように確信をいたしております。私石破茂はルールを守り、国民に信頼される政治、日本を守り、そして国民を守り、地方を守り、そして未来を守る。そのために全身全霊を尽くし、今度の戦いを政治生活の集大成として、総決算として最後の戦いと位置づけ、全身全霊で臨んでまいります。どうぞ皆様方ご支持を賜ることができますように心からお願いして、私の立候補の表明といたします。どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。